皆さんこんにちは。今回は、2回目となる情報募集動画です。多くのご依頼をいただいております。今回も、すべてのご依頼を取り上げることはできませんが、何卒ご了承ください。一つ目、気味悪いビデオ。30年ほど前に見た奇妙なビデオを探しているそうです。レンタルビデオ店で子供向けのアニメを借りてきたそうですが、中身は実写の映像でした。映った映像は、スイカのアップの映像でスイカが左右に揺れ、スイカコロコロ、というナレーションがひたすら続きます。そして、映像が切り替わると老人の家がアップで映ったそうです。気持ち悪いと言ってビデオを取り出し後日店に行くとレンタルミスにしては異様なほどの謝罪を受けたそうです。かなり不気味なビデオですね。店員は何か知っていたのでしょうか？調べてみると、2006年に同様の目撃証言が2チャンネルに投稿されていましたが、内容的に依頼主さんご本人でしょうか？一応、有言同士、ではないかという話がありました。私もこのシリーズは見たことがあるのですが同じシーンはなかった気がします。こちら詳しい方、情報をお待ちしております。二つ目、トラウマになったギフ。2014年頃にツイッターで見たギフを探しているそうです。内容的にかなりグロかったそうで、内容は二人の侍が登場し、一人がものすごく汗をかくのですが、顔が変形していきます。顔のパーツが全部中心に寄っていき最後には目玉が飛び出て、もう一人が驚いて終わるというもの。画像検索でも出たことがあるので、そこそこ有名である可能性が高い、とのことでした。これに関してですが、ABC、OF、ですという映画の時代劇、ではないでしょうか。切腹するシーンから始まり、切腹される人が緊張から変顔に見えて動揺するという話だったようです。画像がこちら、目が飛び出るシーンもありました。特徴も一致していますので、おそらくこのシーンがギフとしてネットに貼られていた可能性が高いと思います。3つ目、踊る女、5チャンネルによく貼られる画像の詳細が知りたいそうです。それがこちら、ギフ画像となっておりますが、焚き火を囲って踊っている女性が映っています。悪魔を呼び出す儀式とか、みたらし犬とか、物騒な噂もあります。このギフ、私も5チャンネルに貼られているのを見たことがありまして、気になっています。全く無関係のスレに、唐突に貼られるのでかなり不気味なんですよね。私が調べた限りだと、映画のワンシーンではないかという説が濃厚です。もしこのシーンについてご存知の方、コメントお願いいたします。4つ目、昔見た UMA 動画、東南アジアあたりで撮影されたと思われる UMA が映った動画を探しているそうです。内容は、家族団らんで中央にいる男性が楽器を演奏しています。すると突然、背後にある窓から手の長い奇妙な生物が室内に入ってきてパニックになるというもの。非常に画質が悪いのが特徴で、10年前にテレビでやっていたそうです。しかし、それ以降はネットでも見かけることはなくなり、気になって探しているとのことでした。これに関しては、少し調べた限りだと見つからなかったですね。手が長い生物というと、かの有名なタクラーン村の少女が思い浮かんでちょっと怖いです。こちら、情報をお待ちしております。5つ目、NHK の気になる映像、幼少期に見た記憶がある、とある番組を探しているそうです。2005年から2009年頃、テレビの2チャンネルで NHK 教育テレビのワンコーナーでした。洋館の一室のような場所で、テーブルの上にマグロのような肉の切り身が乗った小皿と醤油があり、それでは人肉を食べてみましょう、というナレーションとともに肉をつかみ画面外に持っていく映像がありました。実食してみた結果として、画面中央にニュートンと思わしき肖像画を簡略化したような顔のイラストがまずそうに表情を歪めていたそうです。そもそもこんな番組が存在していたのか気になっているとのこと。かなり不気味な話ですね。教育番組で人肉を食べてみましょう、というのはなかなか違和感があります。チャンネルと時間帯がある程度絞れているので、
私も詳しく調べてみます。こちら、情報をお待ちしております。6つ目、オカルト板のスレ。20年くらい前に2チャンネルで見た怖いスレを探しているそうです。オカルト板に建てられていたそうですが、呪いの検証を行うスレで、スレ主が神社からご神体を持ち出すという内容です。さらには、スレ主に脅迫状が届いたりし、スレが変な終わり方をしていたとのこと。20年前ということで、2002年頃に建てられたスレですね。こちら、呪いの検証系のスレをざっと見てみましたが、該当するスレは見つかりませんでした。内容的にも、まとめサイトにまとめられていそうな感じなので、詳しく調べてみます。こちら情報をお待ちしております。7つ目、アメリカの奇妙なアニメ。十数年前、オカルト板でも一部話題になっていたアニメを探しているそうです。内容は、アメリカのカープーン系のアニメで家族全員が奇形や、一部欠損を持っているという作品です。画像を探しているそうですが、未だに見つけられないとのことで、皆さんにご協力いただきたいのです。カープーン調のアニメのイメージとしてはこんな感じですね。この手のアニメだと、ハッピーツリーフレンズはよく腕が取れたりしますが、証言とは一致しないですね。こちら、情報をお待ちしております。8つ目、奇妙な YouTube 動画。YouTube で見た奇妙な動画を探しているそうです。目撃したのは8から10年以上前で、動画時間は短めで、タイトルは漢字、おそらく中国語だったそうです。内容は、薄暗い緑っぽい地下通路を壁に向かって映した動画で、そこを女子高生2人が通ります。そして、2人はカメラに向かい、何この人、のようなリアクションで通り過ぎていき、それを何度もリプレイしているという映像です。内容を見る限りだと、意味不明でちょっと不気味な映像になっています。中国の動画ということですが、たまたま関連動画等に表示されていたのを見たんですかね。捜索が非常に難しいかもしれませんが、こちらも情報をお待ちしております。以上、今回のオカルトネタ紹介になります。今回はどれも不気味なものばかりですね。私も引き続き調べますが、皆さんも何卒ご協力お願いいたします。個人的にはスイカコロコロの話が怖いですが、どんなビデオを間違えてレンタルしてしまったんですかね。